アニン,ンディアンパターンキャリアマークイーアネームドダーフォーノースアフリカ10エープリル1942インド型総輪走行輸送車はインド型輸送車または他の類似した名前のもと第二次世界大戦中にインドで生産された総輪走行車であるこれらのタタロコモーティブの生産車両は工場の所在地からタタナーガースと呼ばれた 第二次世界大戦の勃発により、イギリス本国は、イギリス連邦のための装甲戦闘車の需要を満たせなかった。そこで、多くの連邦国は自前の車両を開発するに至った。戦車のように重装甲な車両の開発には、それらの国に欠けている先進産業を必要としたため、大部分の開発された戦闘車両は装甲車であり、 輸出者の車体をしばしば元として回収したものであった。インドでは一連の走行車両が開発され、インド型送輪走行輸送車、または、悪部 IP と呼ばれた。これらの車両はカナダから輸出された、フォードモーター、ゼネラルモーターズの CEMP トラックの車体を利用していた。走行部分は、インド鉄道会社で組み立てられた。並走は、 一般的にブレンケー機関銃を装備し、少数の派生型は小さな砲塔を備え、ボーイズ対戦車ライフルを搭載した。ナンバー19無線機が装備された。この車両は1940年から1944年まで生産され、総計4655両が作られた。悪部 IP は極刀、中刀、 北アフリカ戦線及びイタリア戦線でインド軍部隊に使用された。一般的な用途は、師団霊下の偵察連隊が用いる偵察車両、兵員輸送車、対空兵器輸送車、または全身観測車である。ありがとうございます。